神は歴史の中心にイスラエルを置かれた。イスラエルを知らなければ神様のご計画ってわからない？そうか、僕の信仰の最後のピースはこれだったんだ。エイコおばさんに相談してみよう。イスラエルのことなら私に任せて。エイコバさん、イスラエルを軸として聖書を見るとき、これまで見えなかった神様のご計画が明らかになります。その最後のピースにやっと気づいたタケちゃん、そこに現れたのはイスラエルでの宣教生活を終え日本に帰国したばかりのおばエイコだったのです。お邪魔します。あー、たけちゃんいらっしゃい。えいこばさん、久しぶり。いや、久しぶり。元気にしてました、おばさん。神様のおかげでいつも元気よ。いや、いつも来てくれてありがとう。そうそう、イスラエル行ってからしょっちゅう来てくれるんだって、うんうん、嬉しいわ。いや、今日もね、ちょっと聞きたいことがあって来たんだよね。嬉しい。さてはて、今日の質問は何でしょう。早速いい？うん、いいよ。あのね、ちょっと写真を見せたいんだけど、イスラエルに行った時にガリラヤ湖に行ったのね。ガリラヤ湖、ガリラヤ湖綺麗だったでしょう、うん、そしてガリラヤ湖でボートにも乗ったんだけど、ボートに乗っている途中で向こうの人が途中で網を打ってくれた。その網は、まあ、大きい、まあ、丸い網だったと思うんだけど、まあ、周りにこう重りがついてるような、まあ、そういう網で、この写真なんだけどね。ああ、うん、すごいすごい。よくこれだけ綺麗なの撮れたね、うん、イエス様の時代にも同じような漁をしたり同じ網を使ったりしてたのかなっていうことを考えながら今日は来たんだよね。いやー、私はおそらくそうだろうと思うのね、うん、なぜそう思うかっていうと、1986年に古代の船が見つかったの。へー。それはもう干ばつがずっと続いて、ガリラヤ湖の水がどん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 干上がって、うんうん、陸から10メートルも歩けたの。そんなに干上がってしまったのね、うんうんうん、その時に2000年前の古代の船が見つかってんのよ、うんうん、ちょっとこのアルバム見て、はい、これたけちゃんも見てきたんじゃないかなと思うんだけど、この船、うん、1986年に見つかってんのね、うん、これが2000年前イエス様の時代のものだったっていうことが分かったんだけど、すごい。その干上がった時に、うんうん、その時代の重りもたくさん見つかってるのね。網についてる重り、網についてる重りが、それが、その重りが今、うん、この写真に載せてるの、うんうんうん、この大きな丸いのに使っている重りと同じ形なのね。だからおそらく同じような量の仕方してたんじゃないかなって思うのね。そんなことも分かっちゃうってすごい時代だね。考古学者ってありがたいのよ、そういうことを調べてくれるので。あ、ありがたい時代に生きてるんだね。そうなのよ。そっか。ここのガリラヤ湖にボートに乗った後で、ペテロ証明教会っていうところにも行ったんだよね、ここ。ああ、
私の大好きなところなのよ。ここもね本当に感動する場所だったんだけど、この教会堂は何か考古学的な証拠があるの？考古学的にはその証拠っていうのはあまりないと思うんだけど、3世紀4世紀の巡礼日記っていうのがあるのね。それはもう本当に細やかに書かれていることなんだけど、その巡礼日記にカペナウム行ったでしょ、うんうんうん、カペナウムから主が朝食を作られたところが見えるって、うん、そこに階段があったので、うんうん、その階段がカペナウムから見えるって書いてあるから、うんうんうん、ちょうど場所が合ってるのね。だから巡礼日記から言えばおそらく同じところ、うん、っていうことなの。あ、そういえばヨハネの福音書です、このところを読んでたらガリラヤ湖って書いてあったんじゃなくてテベリア湖って書いてあるところがあったんだけど、それはどっちが本当の名前なの？ティベリア湖っていうとなんかティベリアの町のことを思ってしまうのね、うん、でティベリアの湖畔に立ってらっしゃったっていうのが書かれてるから、うんうんうん、このヨハネ21章の1節から3節まで読んでみて、うん、はい。この後イエスはテベリアの湖畔でもう一度ご自分を弟子たちに表された。その表された次第はこうであった。シモン・ペテロ、デドモと呼ばれるトマス、ガリラヤのカナのナタナエル、ゼベダイの子たち、他に2人の弟子が一緒にいた。シモン・ペテロが彼らに言った。私は漁に行く。彼らは言った。私たちも一緒に行きましょう。彼らは出かけて小舟に乗り込んだ。しかしその夜は何も取れなかった。ティベリアの湖畔っていうと、なんかティベリアの町でちょうど反対側のように思うんだけれども、このガリラヤ湖っていうのは、旧約聖書ではキネレテ湖って呼ばれてたのね。で、新約聖書ではガリラヤ湖だとか、ゲネサレ湖、そしてちょうど皇帝ティベリウスが支配してたので、ね、皇帝ティベリウスの名にちなんでティベリア湖とも呼んだのね、うん、だからティベリアの湖畔って言ったらガリラヤの湖畔っていう意味なの、うんうんうん、そこで、うん、弟子たちがイエス様がガリラヤで会いましょうっておっしゃったから、みんな今か今かってイエス様にお会いするのを待ってたのね。待てど暮らせどイエス様が現れないから、もうペテロは本当に落ち込んじゃって、自分はもう3度イエス様のこと知らないって言ってしまったから、もうイエス様は私には会ってくれないんだって落ち込んじゃってる。また弟子たちもイエス様が捕まると同時にみんなさーっと逃げちゃったから、あんなことしちゃったからもうイエス様は私たちに会ってくれないのかもしれないと思ってるわけね、うん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 、だからとうとうシモン・ペテロが、うん、私は漁に行くって言ってるのね。なるほど。これはちょうどね、私は元の仕事に戻ろうって言ってるようなもんなのね。そういうことなんだ。だけど、うん、一晩中漁をして、うんうん、何にも取れなかったっていうことを言われてる、書かれているわけね、うんうん、そういうことなんだね。イエス様がなかなか来ないなっていうことで、じゃあ元の仕事をやるかって言ってしまったっていうところから始まってるんだ。ここは始まってる。そうなのよ、だから今度、4節から、はい、6節まで読んでみて。はい。夜が明け染めた時、イエスは岸辺に立たれた。けれども弟子たちにはそれがイエスであることがわからなかった。イエスは彼らに言われた。子供たちよ、食べるものがありませんね。彼らは答えた。はい、ありません。イエスは彼らに言われた。
船の右側に網を下ろしなさい。そうすれば取れます。そこで彼らは網を下ろした。すると、おびただしい魚のために網を引き上げることができなかった。ここすごい不思議なところなのよ。なぜならば一晩中網を打ってたっていうことは、うんうんうん、その辺一帯全部網を打ってたということでしょ。ああそうだね、うん、それなのに岸辺に立ってるのがイエス様だってまだ分かってないの、うんうんうん、岸辺に立ってるのがイエス様だって分かってないのに、網を右側に放ってごらんって言われたら言うこと聞いてるのね、うん、とんでもない一晩中やりましたけどダメでしたって言わないで、ね、言わないで右側に掘ってごらんって言ったら掘ってるのね。だからこれは一体なぜそんなことしたかって思うじゃない。そうだね、不思議だよね。だって一晩中やってたら右にも左にももう至る所に網を打ってるんじゃないかなとも思うし、どうして陸にいる人の言うことを聞いたのか、うんうん、これが大きな疑問なのね、うんうんうん、ところがガリラヤ港だけでは別にそんなに疑問じゃないの。へー、なぜならガリラヤ港っていうのは湖の上にいる人にはどこに魚がいるか見えないの、うんうんうん、だけど陸にいる人が あそこら辺に魚がいる、あっちの方に魚がいるって見えるのね、うんだから網を右側に打ってごらんって言ったら一晩中してるからここには魚がいませんって言わないで、うん、あなんか向こうから見えたんだなって思って打ってるわけ。なるほど、うん、あじゃあイエス様じゃなくても陸からそこに魚がいるよって教えてくれる人がいたら船の人はそれに聞き従うっていうことがあったんだ。そういうことなのね。そしてイエス様が右側に打ってごらんっておっしゃったその意味っていうのが、うんうんうん、もうみんながイエス様はもう会ってくださらないんだって落ち込んでるわけね、うんうんうん、だからその落ち込みから180度展開しなさいっていう意味が入ってるの。なぜならば網を打つのは、うん、いつも左進行方向の左に打つのね、うんうんそれを右側に打ちなさいっていうのは180度展開しなきゃならない、うんうんでだから落ち込んでる心を180度立ち返りなさいというのと、もう元の仕事に戻ろうって思ってるのを180度展開してこっち向きなさいっていう意味で、ね右側に掘りなさいって言ったらもう引き上げられないぐらいたくさん、捕まったというわけなのね。 そういうことなんだ。じゃあこの右側っていう言葉にも意味があったんだね。大きな意味があったわけね。じゃあね、たけちゃん、7節から10節読んでみて。そこでイエスの愛されたあの弟子がペテロに言った、主です。するとシモンペテロは主であると聞いて裸だったので上着をまとって水エビに飛び込んだ。しかし他の弟子たちは魚の満ちたその網を引いて小舟でやってきた。陸地から遠くなく100メートル足らずの距離だったからである。こうして彼らが陸地に上がった時、そこに炭火とその上に乗せた魚とパンがあるのを見た。イエスは彼らに言われた、あなた方の今取った魚を幾匹か持ってきなさい。はあ、これもうペテロの感情がいっぱい現れてるのね。もうペテロはイエス様が恋しくて恋しくて仕方がないのね。そしてその大変なたくさんの魚が取れたっていうので、ヨハネがあれは主だって言ったら、もうすぐに彼は水にザバーンと入り込んで涙ボロボロ流しながら主よって、もうこんな嬉しいことない思いでびしょ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 で主の
ところに到着したら、うんうんうん、そこに炭火が見えたわけね、うんうんうん、彼が一番最初に思い出したのは、うん、自分が炭火に当たってる時に、うん、イエス様を三度いなんだっていうことを一番最初に思ったと思うのね。ところが、うん、そこにお魚とパンが置いてあって朝食の用意をしてくださってる、うんうんうん、ここに大きな意味があるのね、うん、これはイエス様が料理をしててくれたっていうことなの？そういうこと。だって誰も他にする人いないんだから、うんうんうん、イエス様がふってもう火を焚いてくださって、うんうん、料理をしてくださってるわけでしょ。ああ、そうだね。これにはどんな意味があるの？炭火を見たら、あ、自分があんないことをしてしまった、いなんでしまったっていう思う意味と、うん、あ、食事に招いてくださったっていう意味が、うん、それは全部取り消しになったっていう意味なの。中東でお食事に招かれるっていうのは、うんうん、あ、私があなたに気まずい思いさせたこと、うん、みんな許してくださいね、もしあなたが私に気まずい思いしてることだったら、うん、もう全部忘れますから、今まで以上に仲良しになりましょうねっていう意味だよね。そういうことなんだ。じゃあペテロが気まずいって思ってきてるんだけど、イエス様はそれ許してるよっていうふうに招いてるってことなの？そうなのよ。そういうことなんだね。もうすっごい感動的な出来事なのね。そして弟子たちもみんな気まずい思いしてるの、うん、イエス様が捕まったって言ったらみんな逃げちゃったから、うん、でそしてみんな船から上がってきて、そしてあ、その魚をちょっと持ってきなさいって言われて持ってきて、はっ、食事に招かれたって、みんながほーっとして、ああ、イエス様は全部あれを水に流して、うんうん、前以上に仲良しになりましょうっていう意味で朝食を作ってくださったんだっていうのを感じてるのね。弟子たちもイエス様がこの食事によって気まずい思い忘れて許すよって言ってくれてるっていうことが分かって、ほっとしてこれご飯を食べてるのかな。そうなのよ。そうなんだ。だからもうこの朝食をイエス様が作ってくださったっていうのは、うん、ただならぬ意味があるのね。本当だね。イエス様って本当に優しい方なんだね。ここを見てもね、同じようにイエス様は、まあ、僕たちのことを食事においでっていうふうにやっぱり言ってくださるのかなって感じるね。うん、それがいつも言ってくださってるのよ、うん、これは、うん、聖餐式するでしょ、うんうんうん、教会に行って、うん、聖餐式のたんびに主が私たちを主のテーブルに招いてくださってるでしょ。うんうん、そういうふうに聞いたことがある、うん、だから私を覚えてこれをいつもしなさいっていうことは、うんうんうん、この弟子たちにあなたの気まずい思いしてることはもうみんな忘れる、私の気まずい思いも忘れる、もう今まで以上に仲良しにしましょうって聖餐式を受けるたんびにいたその素敵な愛をいただいてるわけね。そういうことだったんだ。主のテーブルに招かれてるっていうふうに聖餐式の時に聞いたことがあるわ。そういえばだから今度聖餐式受ける時は、はあ、もう主ともっと前以上に近くなるって思いながら受けてほしいわ。本当だ、一緒にこっちに来て食べなさいって言われてるんだなっていう思いで生産式すればいいんだね。そういうことなのよ。じゃあ次の生産式は楽しみになるね。もうこれからずっとそのことを思い出して。本当本当、おばさんなんか気まずい子だったら食事に呼んでね。たけちゃんもよ。たけちゃんも気まずい子だったら呼んでね。
いや、今日も楽しいお話聞かせてくれてありがとうね。いやー、とんでもない、もうたけちゃん、またすぐ帰ってきまて、た質問持っもてくるかう、本当に嬉しくてしょうがら。ないの。また来てはい、また来ます。ねー。それでは本日のおさらいをします。網を右側に打ちなさいというのは、180度方向転換しなさいということを意味していました。イエス様は気まずい思いをしていた弟子たちのために朝食を作られました。食事を共にすることは全ての許しを表します。聖餐式も同じです。それでは皆様、またお会いしましょう。シャロー。シャロー。